親孝行って何って考える。でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかもしれない。子供の頃たまに家族で外食、いつも頼んでいたのはチキンライス。豪華なものを頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして、親に気を使っていたあんな気持ち、今の子供に理解できるかな。今日はクリスマス、街はにぎやかお祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる。俺はまだまだチキンライスでいいや。貧乏って何って考える。へこんだとこへこんだ分だけ笑いで満たすしかなかったあの頃。昔話を語り出すと決まって、貧乏自慢ですかという顔をするやつ。でもあれだけ貧乏だったんだ。せめて自慢ぐらいさせてくれ。最後は笑いに変えるから、今の子供に嫌がられるかな。今日はクリスマス、街はにぎやかお祭り騒ぎ、七面鳥はやっぱり照れる。俺はまだまだチキンライスでいいや。今なら何だって注文できる。親の顔色を気にしてチキンライス。頼むことなんて今はしなくてもいい。好きなもの何でも頼めるさ。酸っぱい湯気が炊き込める向こう、見えた笑顔が今も忘れられない。今日はクリスマス、街はにぎやかお祭り騒ぎ、でかいケーキ持ってこい。でもまあ全部食べきれるサイズのな。赤坂プリンス抑えとけ。スイートとまでは言わないが、七面鳥を持ってこい。これが七面鳥か、思ってたよりでかいな。やっぱり俺はチキンライスがいいや。はい、こんばんは。今夜もね、チキンライスを歌いました。2020年3月の15日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。で、今日日曜ってことでよかった。まだ8時前だね。で、今日休みだったか、天気良かったんで、墓参り行った後ね、里見公園でね、焚き火ちょこっとして、あんな感じでね、やってきた。ね。簡単でね、それで無事帰ってきました。で、今日や兄弟ね、今ね。で、ね、今日も YouTube ライブやりましたね。うちの職場はね、普通にね、私事だから、ね、でも今週は予定ではさ、カレンダーで春分の日が気になるからね、ちょっと楽しみね。うん。じゃあ、やりましょうか、YouTube ライブ。明日からお仕事頑張りましょうね。もう3月の15日だ、あっという間だな。まあ生きてるっていいことだ。3月15日日曜日。一緒なんかな。流行りの歌も歌えなくて、ダサいはずのこの俺。お前と離れ、一年が過ぎ、いい男になったつもりが、それでもこの年まで俺が育てた裸の心は、おしゃれをしても、車変えても、結局変化もないまま。
早く忘れるはずのありふれた別れを、あの時のメロディーが思い出させる。シングルベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだって二人で笑えたね。今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてりゃ辛くないのに。寄り道みたいな始まりが2年も続いたあの恋、初めてお前抱いた夜、ほら俺の方が震えてたね。恋は石ころよりもありふれてると思ってた。なのにダイヤモンドより見つけられない。シングルベッドで二人涙拭いてた頃、時から別れ話するかかけていった。あの頃に戻れるなら、お前を離さない。シングルベッドで夢とお前抱いてた頃、くだらないことだって二人で笑えたね。今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてりゃ辛くないのに。はい、こんばんは。今夜初めてかな、シャランキューのシングルベッドを歌ってみました。2020年3月の15日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんは。桃屋さんどうもね。コタさんどうもね。ルナオさんどうもね。スイちゃんどうもね。はい。これシングルベッドね。シャランチュのシングルベッド。急に今夜はこの歌を歌いたくなって、歌ってみました。難しいね、やっぱアカペラね。なんとか歌えた。初シングルベッドでした。失恋歌なんだな、これな。いい歌ね、この歌ね。隣さんどうもね、こんばんはね。今日早めでよかったね。まあ、日曜ってことで、無事ね、今日は里見公園でちょこっと行ってきたね、島。1時間半ぐらいライブ配信やってね。だから今度の多分ね、春分の日か、金曜日。もしカレンダー通り休みだったら、また里見公園行こうと思う。今度早めに行こうね。今日は墓参り行ったからさ、あの時間だけど、朝から行けば多分9時、10時ぐらい行ってみようね。多分今度ね、花咲いてると思うよ、あれ、超見た感じで。最近。今度の春分の日あたりいいかもしんないね。里見公園ね。今日行ってみたら思ったけど。どうも。ジムさんどうもね。あ、キリちゃんどうもね。ほんとそうよ。ほんと今度春分の日あたり良さそうよ。祝日でね。カレンダー通り休みだったらね、行ってみよう。またじゃ里見公園今、また。今度早め。今日はね、朝は千葉のお墓参り行ってきたからさ。あの感じで。天気も今週良さそうだもんな。この2、3日まだ寒さが来るみたいだけどね。じゃあもう一回、今夜、シングルベッドもう一回行ってみようか。流行りの歌も歌えなくて、ダサいはずのこの俺。お前と離れ、一年が過ぎ、いい男になったつもりが、それでもこの年まで俺が育てた裸の心は、おしゃれをしても車変えても結局変化もないまま、早く忘れるはずのありふれた別れを、あの時のメロディーが思い出させる。シングルベッドで夢とお前抱いてた頃、
くだらないことだって二人で笑えたね。今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてりゃ辛くないのに。寄り道みたいな始まりが二年も続いたあの恋、初めてお前抱いた夜、ほら俺の頬が震えてたで。恋は石ころよりも溢れてると思ってた。なのにダイヤモンドより見つけられないシングルベッドで二人涙拭いてた頃、どっちから別れ話するかかけてた。あの頃に戻れるなら、お前を離さない。シングルベッドで夢とお前泣いてた頃、くだらないことだって二人で笑えたね。今夜の風の香りはあの頃と同じで、次の恋でもしてりゃ辛くないのに。はい、どうも。はい、今夜はね、シャランキューさんのシングルベッドね。これはね、作詞がね、つんくちゃんね。はい、どうもね。はい、じゃあさて、作曲がね、畑さんですね。はい、じゃあさて、今夜のおつまみ行こうかな。はい、どうもね。はい、今夜はこれ行こうか。賞味期限1日だけど、しょうがない。この1週間ちょっと遅くてさ、ヤキロ帰ってこれなかったから、取れなかったんだけどね。まだ13日だからね、賞味期限ね。大丈夫、まだ2日前だもんね。相模屋の生揚げ。これをね、焼こう。ガス台のグリルのとこで焼こう。これ焼いていきます、相模屋の生揚げ。生揚げを乗っけてきた。生揚げ乗っけてきたんでね。ちょっとすぐには焼けないからさ。じゃあもう一曲歌おうか。どうも。あ、どうもね、ジムちゃんの。どうもね、ジュンさんね。さて、生揚げ焼けるまで次はこの歌行こうか。今度はね、どんな時も行こうか。僕の背中は自分が思うより正直かい。誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよ。旅立つ僕のために誓ったあの夢は、古ぼけた教室の。こちらは検索で見つかった情報やでだす。よ、ダメだ、これスマホの音声が反応しちゃったよ。ダメだな。もう一回。僕の背中は自分が思うより正直かい。誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよ。旅立つ僕のために誓ったあの夢は、古ぼけた教室の隅に置き去りのまま、あの泥だらけのスニーカーじゃ追い越せないのは、電車でも
時間でもなく僕かもしれないけど、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい。どんな時もどんな時も迷い探し続ける日々が答えになることを僕は知ってるから。もしも他の誰かを知らずに傷つけても絶対譲れない夢が僕にはあるよ。昔は良かったね、いつも口にしながら生きていくのは本当に嫌だから、消えたいくらい辛い気持ち抱えていても、鏡の前を笑ってみる、まだ平気みたいだよ。どんな時も、どんな時も、ビルの間窮屈そうに起きてゆく勇姿に焦る気持ち溶かしてゆこう。そしていつか誰かを愛し、その人を守れる強さを自分の力に変えてゆけるように。どんな時も、どんな時も、僕が僕らしくあるために、好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい。どんな時も、どんな時も、迷い探し続ける日々が答えになること僕は知ってるから。はい、どうもね。はい、どんな時もでした。じゃあ次この歌いこうか。もう恋なんてしないこうか。もう恋なんてしない。なんだ、珍しい。なんだっけ。あ、出てくるのはダメだった。あ、でも、アカペラの名前、ただ名前を見てくるから、名前がね。どうかな、名前が。うん。じゃあ次この歌いこうか。今度はこの歌。どうもこんばんはね。今日は早めにやってます。じゃあ次この歌。あ、そうだ。今日8時半からさ、かのんちゃんのライブ配信なんだよね。かのんちゃんですね。かわいいな、あの子ね。失礼です。失礼です。久しぶりにこの歌。悲しけりゃここで同じよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。あ、出てこないな。待って、もう一回。久しぶりだとわかんないな、アカペラね。悲しけりゃここ。いろんなのが難しいな。難しいな、アカペラな、本当な。でも音源使ったらまずいからな。悲しけりゃここでお泣きよ。涙拭くハンカチもあるし、愛が壊した君の心を優しく包む椅子もある。あ、出てこない。なんだっけ、まだ。じゃあ今度これ行こう。しょうがない。バナリンの顔行ってみよう。
遠く遠くどこまでも遠く流れる川で暮れかかる空にあなた思い今日も待っています。愛しい人よ、私は歌う。専門の言葉、願いを込めて。遠い昔のおとぎ話の恋のように。どれだけ待てばいいのですか？届かぬ愛よ。二人の定め、白の川は淡い夢を乗せて流れていくようで、会える辛さを語れぬ日々よ、私は思う。せめてこの髪があなたのもとへ伸びるくらいになれと、愛しい人よ、帰らぬ人よ、私の愛を遮るものは、深く冷たいこの川の流れだけなのでしょうか。どれだけ待てばいいのですか。届かないよ。二人の定め、白の川は淡い夢を乗せて流れていくようで。じゃあ次はこの歌。なものなどないよね、すべてが君と僕との愛の構えさ、少しくらいの嘘やわがままもまるで僕を試すような恋人のフレーズになる。このまま二人で夢を揃えて、何気なく暮らさないか。愛には愛で感じ合おうよ。ガラスケースに並ばないように何度も言うよ。残さず言うよ。君が溢れてる言葉は心を超えない。とても伝えたがるけど心に勝てない。君に会いたくて会えなくて寂しい夜、星の屋根に守られて恋人の切なさ知った。このまま二人で朝を迎えて、いつまでも暮らさないか。愛には愛で感じ合おうよ。恋の手触り消えないように、何度も言うよ。君は確かに僕を愛してる。迷わずに Say yeah。 迷わずに愛には愛で感じ合おうよ。恋の手触り消えないように何度も言うよ。君は確かに僕を愛してる。はい、Say yes でした。どうも。何もいいな。どうもね。もう、ウダムさんどうもね。あ、グレーのハメワーが。うん、じゃあ次、ちょっと見てくるね。あの今、生揚げやってるからさ。生揚げ。もういいかいか。
ハウエバー行こうか。次ハウエバー行きます。どうも。あ、トロサマさんどうもね。今日は行くなんて早めに。じゃあ、ハウエバー行こうか、ハウエバー。柔らかな風が吹くこの場所で今二人ゆっくりと歩き出す幾千の出会い別れすべてこの星で生まれてすれ違うだけの人もいたね。待って、あれだ、もう一回ね。柔らかな風が吹くこの場所で今二人ゆっくりと歩き出す。ダメだな、出てこないね。いろんなものが混ざっちゃって歌えないな。どうもごめんなさいね。あ、タカさんどうもね。柔らかな風が吹くこの場所で今二人ゆっくりと歩き出す幾千の出会い別れすべてこの星で生まれてすれ違うだけの人もいたね。分かり合えないままになれない街の届かぬ夢に迷いそうな時にも暗闇を駆け抜ける勇気をくれたのはあなたでした。絶え間なく注ぐ愛の名を店員と呼ぶことができたなら言葉では伝えることがどうしてできなかった。愛しさの意味を知るあなたを幸せにしたい胸に宿るライズを悲しみの涙に濡らさぬよう紡ぎ合い生きてる。愛の始まりに心戸惑い背を向けた夏の午後、今思えば頼りなく揺れてた若すぎた日々の罪。それでもどんなに離れていてもあなたを感じてるよ。今度戻ったら一緒に暮らそう。やっぱり二人がいいね、いつも。孤独を背負う人々の胸に佇んでいた。心を寄せる場所を探してた。会うのが遅すぎたねと泣き出した夜もある。二人の始まりさえ知らぬ人生傷つけたあなたに今告げよう。誰よりも愛してると絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたなら言葉では伝えることはどうしてもできなかった。優しさの意味を知る恋した死の胸騒ぎを投げない週末を幼かさの残るその声を昨日強い眼差しをあなたを彩るすべてを抱きしめてゆっくりと歩き出す。柔らかな風が吹くこの場所で。はい、どうもこれね。ハウエバーでした。どうも。あ、こんにちはね。トノサマさんどうもね。ダメなリクエストか。今度。歌はこの辺。もういいかな。ごめんなさい。また今度ね。難しいや。いくつもやるとね。アカペラだからついてごめんなさい。生揚げもいい感じだと思う。じゃあ今夜のお夜食行くね。ありがとうね、リクエストね。じゃあ今夜のお夜食行こうか。今夜これ。今日は生揚げ。
今日はね、生揚げ。じゃあ、今夜のお夜食行きました。今夜は生揚げとね、ウインナーをね、グリルで焼いてきた。生揚げ、相模屋の生揚げと、ウインナーこれ、ビッグエンのやつ。プライベートブランド。じゃあ、これね、こんな感じ。生揚げとウインナー。これ行こうか。今日はね、これにポン酢かけて食べる、さっぱりと。生揚げとウインナーポン酢。こんなもんでかな？こんなもんで。じゃあこんな感じね、今日のお夜食、どうも。生揚げとウインナーにポン酢かけて。今日の飲み物行こうか。ホッピー行こうか。ホッピー。ホッピー行きます。黒ホッピーで行こう。じゃあ黒ホッピー。ホッピー。こんな感じ今日は。はい、どこね。はい。どうする？ビービー。あれ、違う、あれ。なんだっけ？ビッグエーの、ビッグエーのプライベートブランド。行こうか、ウインナー。ビッグエーのプライベート。ローソンビルだけでもない。今、太いけどさ、一パック500何十円かするんだもん、あれ。今度、ダメだ、ちょっと。じゃあ、ホッピー行こうか。半分ずつね、半分でホッピー一本。ちょっとなかなか。冷蔵庫入ってる。今日も買い物で前に買っといたよね、これね。硬いな、この、なんだろう。硬い、すごい硬い、今日の。なんだろう。どうも、青木さんどうもね、今日はね、ウィンナーと、ね、生揚げをね、グリルで焼いてきた。で、ホッピー。ちょっと黒ホッピーね。今日は休み。早めにね、ちょい。あ、焼いた。半分ぐらい。2回に分け。ホッピー入れます。黒ホッピー。乾杯。ハイボール間違いなんで、こっち買ってないのね。うんか。さて、生揚げ行こうか。生揚げ。これね、相模屋の生揚げもね、ガス台のグリルのとこで炙ってきて。うまいのはね、その相模屋のこの食感がね、この生揚げね。ポン酢かけてね。うん。うん。うまいよ、これ。相模屋。相模屋の生揚げいいよね。ハイボール、あ、止まないな、ハイボールな。町屋の冷蔵庫に入ってんだな。
の人は、この生揚げ炙るとうまいからね、これ炙ってね、うまいのよね、さっぱりとね、この衣系は合うよね。相模の生揚げはね、これ食感がうまいのよ、相模はこれ。このほんわかした食感がね、いいんだよね。買い物してないから、今日あれ昼間飲んだから、昼間の今日買い物してないんでしょ。あんま買い物してないでしょうね、本当ね。本当か。買い置きのやつ全部済んだ。生まれ育った家があるといいね、ほんとね。この家を大事にしないとね。じゃあ、もう一本飲もうか。でも、この予報でも今の天気いいんだよな。うん。今の天気いいからね。3月の。もう15だもんな、早いもんで。でも本当、今度は、でも何回か今年いつも通りかもしれない、桜ね。今日はつぼみ具合見たら、多分、新聞の日あたりいいと思うな、里見公園はそこ。さて、2本目、ホッピー持ってくよ、2本目持ってくよ、2本目。2本目。2本目も黒ホッピーって。で、半分。これで全部、今日はこれでおしまいね。まあ、その、まあ、場所によってはそうかもしれないね。里見公園もね、そうだ、あそこ、そう、都内じゃないけど、あそこ。多分、今週中に咲くでしょ、あの感じだね。今度、早めに行ってみよう、里見公園。今日、墓参り行ってきたからさ、今度金曜日あたり、休みだったらさ、朝から行こうかな。あそこ満開だとやっぱな、名所だから混むんだ、すごいね、あそこも。あそこ、牡蠣使えっからね、里も花見しろばさ、あれだから嬉しいんだよ。今日みたいにギカビじゃなか、じゃダメだよ。ギカビだった、ギカビじゃなかったらね、焚き火台持ってこい、使えっからね、あそこね。あれ最高だよね、あそこで。焚き火台使うからね、あそこ、里見公園ね。あれがいいんだよね。はい、乾杯。桜の名所でもね、井の頭公園は使えないからね、あそこね、牡蠣はさ。しかも早いもんだな。3月でまだ。去年の4月の第1週だっけ、1週目の土日。奥多摩行ったんだよな、熊取さんね。でも結構雪あったからな。
だし、三雲峠さん登ったんだから、山頂の避難小屋で一泊したんだから、どうして。3月はそんなもんだ、秋方は寒いもんだな、だいたい。昼晩にはしたけどな。山へ出さないが一番いいね、やっぱ。僕歩くの遅いからね。明るいうちに点灯つかないんだもん、あれ。冬はさ。慣れないせいもあるかもしれないけどね。もうなる。これでも一応ね、夏場もう一回一緒に歩いてみる、夏場。今年の夏は一緒に行く。5月はもうえしめしめてるからね。夏は3泊ぐらいやってみようかなと思う、一応ね。夏のお盆休み。奥多摩駅の方から歩いてさ、1泊して、2泊して、3泊して降りる、そんな感じ。3泊どっか山の中、そんな感じ、今度の、今年のお盆休み。天気が心配、天気良ければいいな。今年のお盆休みの予定、丸4日間、3泊4日、もう奥多摩の山の中で過ごすからね。夏、温泉も行きたいね。行きたいとこいっぱいあるんだよね。でも体1個しかないからな。たんね。もう運なくて。相模は生揚げ。手頃でいいよ、これ。ワイズマート相模は結構置いてるね、あそこね。赤札もあんまないの、赤札堂って、相模湾の生揚げ。置いててもね、特売たまに見る感じなんですか。これはまあな、相模湾の。行ってみたいね、でも余裕なく、もうバス、島並み帰るとか。島並み歩いてはいるけど、帰りはさ、一泊しかできないね、あれ。帰りは、どうもね、あれね、新さんね。鹿島でさ、一泊だけするんだったらね、帰りは島並海道歩いて、広島方面出て、それで新幹線止まるね。そうそうね、鹿島で一泊。二泊しようと思ってね、そう思ったあれ、4日から5日、5日から6日で二泊して、6日の午前中出ればね、電車でも次、その日の時変われるからね。島並海道は鉄道じゃないからな、そこはね。四国から鉄道があるのは最初に本州連絡橋の最初にできたさ、瀬戸大橋、ね、小島栄でか、あそこだからね、あれ本州連絡橋はさ、淡路島経由のと、その本州、あれ、小島栄でと、一番最近のしまなみ海道をね、見てたんだよね。鉄道を取っての一番最初の瀬戸大橋ね、あそこで、ね。夢だね、見てるとね、あそこね。瀬戸内海が。でも、鹿島も決めたんで、あそこいいなと思って。あそこ予約不要が嬉しいね。多分公営の、公営でもね、予約制なのに、東京都の公営のあれ、城南島は予約制だからね、若洲はね。あそこはいいよ、鹿島はね。同じく公営でもさ、予約不要が嬉しいね。予約制はさ、みんなすぐ埋まっちゃうんだもんね。まあ、前にも言ってくれたさ、でもね、あそこ、時間のある人だったらさ、当日の朝9時になって電話すればね、城南島とかね、空いてる場合あるからね、あれ、ホームページ上で、前いっぱいってなっててもね、で、9時に電話して、今日から明日一泊できますかって、結構できる、僕もそれで2回行ってくから、城南島。そう思うと、城南島で分かす。だから複数は難しいよね。その人さんの予定も聞かなきゃいけないから、自分だけ、今日は明日休みだから、城南島あたり、さあ、シャンプー行こうかなと思ったら電話してね、行けるんだね。大島かな。でもいいや、僕。もう、鹿島閉めちゃったんでね。鹿島好きや、楽しみで。あそこ、猿島よりも海から近いみたいだよね。いろいろ見てるとね。まあ、楽しみ。でも、猿島と違って、あそこは、無人島ではないみたいだ、あそこね。猿島は完全無人島だ、あそこ、猿島。猿島完全無人島。無
均等だから最初に買うとね、往復乗車券で買う感じね。帰って、今日中に帰ってきなさいって感じで。無人島がアジアとしなかった、分かんなかった。帰ってくれんのか。会いましょうか。私も楽しみ。今日休みだから、あれ、焚き火から帰った後さ、YouTube で。馬さんのさ、墓参りの動画見たんだ、あれ。あの人さ、地元がさ、愛媛だからさ、ちょっと見ちゃった。道後温泉で商店街抜けたとこなんだね。うん、楽しみだな。そう、馬さんあるでしょ、馬さん。あの人よく見てる、馬さんね。アウトドアつながりで知ったんだけどね。あの人も地元が愛媛でね、墓参りってことで。あれ、新宿、バスターから乗ったね、バスはね。バスター新宿はさ、野間さんみたいな、あの人は京王線だからね。僕とは縁がない。僕、東京都も東側だからさ、東京丸の内側とか、こっち焼津側のバスがいっぱいあるから。バスター新宿とは行く必要ないの、うちはね。あった途中で、ね、東京駅の方に乗って泊まるとか、そんな感じね。バスター新宿使う人はさ、新宿駅につながる線路沿いの人ね。でも、勝ち口前もって言ってこないとダメだ、あれ。持ってくんのに、サイズと SML とある、え ?M、えっと、M と L と LL あるからさ、ね、それと言ってくんないと持ってこなきゃいけないから、いきなり言われても無理よ。いらないのか。うん、じゃあそうね。うん、どうもね。いる場合は急に言われても無理だからね。うん、そうだ、荒川区って。だから荒川区に送ったんじゃ、昔ってさ、ねえ、敷地が狭いでしょ、あれ、街中が。だから、奥って、あるよね。東北線の奥駅もある、奥。これ、東京都の奥っていう意味で奥だからな、あそこね。あるよね。奥の原公園の奥って。荒川区にあるけど、あそこ。奥もあったとこにあるってことで奥だからね、あそこね。まだ荒川区なんか、足立区とかと比べたらさ、まだまだ都心だけどね。結構その昔はさ、まだ奥だったけどね。あの辺はね、まあ、隅田川の方だからね。そう、だから奥じゃないからね、あれ。奥まったとこにあるんで奥だからさ、濁らないの方、精神だからね、あれ。奥の原とか、東北線の奥駅ね。よく、奥ってなや濁る人いるけどね、あれちょっと間違いよ。奥は濁んないからね、奥。奥まったとこにあるっていう意味で奥だからさ、ね。奥回ったところで奥だから奥。奥の原公園ね。あらか。今にはさらにその奥回って、足立区とか板橋とかあるけどね。その昔はさ、まだまだ、昭和初期とかまだまだ荒川区でもまだ、ね、そんな郊外だからね。また迷惑電話か。しょうがないね。最後の負け。もう、うまい。やっぱ相模の生うめえな。魚ね、瀬戸内海だもんな。広島は今回関係、僕、愛媛行ったからな。広島も一回は行ってみたいな。ね、広島は何て言ってもさ、秋の宮島っていう日本三景があるもんね。だから一回は行ってみたい。はい、おいしくいただきました。うん、日本三景はね、あれ、松島と橋立は行ってっからね。日本三景は見てみたいよな、せめてね。ホッピーの人ね。
広島が一番遠いもんな、あそこだからね。あれ、それあと、あれ、お好み焼きでしょ、広島って言えば、本場のやつ。ね、かなりボリュームのやつね。あれも食ってみたいわ。一枚食ってかなりボリュームだもんね、あれね。あれ一回食ってね、お好み焼き、広島のお好み焼き。食ってみたいな、ああいうのもね。そうかね。厳島神社ね。鳥居が埋まってるやつね、あそこね。広島はさ、新交通システムの効果だっけ？あれ、建設中にさ、あれ、効果が起きたのが、あれ、結構有名だよね、あれ、ニュースになったよね、あれね。もうだいぶ前だけどね、あれね。あったよね、高架が攻撃中に落下したやつね。あれ結構覚えてるね、広島はね。あれ有名よ、あれ。広島ね。で今回楽しみだし、ついに。本州僕出たことねえから、ほんと一回もないんだよね、本州。本州とか一番西がね、兵庫県だからね。兵庫県の、阿子だっけ、あれ。前の、付き合ってた彼女と一緒に阿子行ったんだけど、それが一番西だから。阿子もそうだ、阿子の方が西だよね、あれね、阿保市。次が阿保市か、山陽電鉄の終点の阿保市。前に付き合ってたマルタンと一緒にね、アコなんだ。あれが一番西なのよ、今までの西は。今回その西を超えるんだよね。兵庫県より西ないから。はい、ホップ用意していただきました。今日はもう何かね。じゃあ、どうも、ね、今日はこの辺で終わるね。じゃあ最後はもう一回この歌、今夜この歌で締めようか。あ、今夜涙のリクエストさっきあったんで、ね、これで歌うね。さっきあったリクエストが、涙のリクエストで。ルナオさんのリクエスト、涙のリクエストで。じゃあ最後は涙のリクエスト終わろうか。チェッカーズの涙のリクエスト。涙のリクエスト。チェッカーズの出世作ね、これね。いいね、ルナオさんの先ほど書き物だった。いきます、涙のリクエスト。今日はこの歌を最後に。涙のリクエスト、最後のリクエスト、最後の恋に祈りを込めてみんな DJ、ダイヤルマウスあの子に伝えてまだ好きだよと、トランジスタのボリュームを上げて初めて二人踊った曲さ、さよならなんて冷たすぎるね、指導しうきさ、俺の送った銀のロケット、今では違う誰かの写真、いいさそいつと伝え合いながら悲しい恋を笑ってくれよ、涙のリクエスト、最後のリクエスト、涙のリクエスト、最後のリクエスト for you。 波間に聞こえる眩しい優しい息を責めてかっこつけるぜ、あのメロディー口笛にして、もしもあいつに
振られた時は同じ歌をダイヤルしろよ夜中の街をお前を迎えにかけていくから愛を誓ったメモリーソング曲に合わせて海に投げるよさよなら代わりに二人に送る悲しい恋のリクエストだよ涙のリクエスト最後のリクエスト涙のリクエスト最後のリクエスト for you はい今夜の最後はねリクエストがあったんで涙のリクエストを歌いましたどうもねじゃあこの辺でね形成衛星なんで野球台と大和田のちょうど間なんですよ。京成から。京成の線路からはね、もう100メートル離れてないわ、線路からは。うん、でも駅からも2キロぐらいかな。競馬できん、もう今でも、競馬やってんのってさ、電話投手とかでしょ、やってんのって、ね、今ね。向かうとこでもね。おやすみなさい。ありがとうね。木村さんどうもね。最後はね、ルナオさんのリクエスト、涙のリクエストでした。また明日ね。たぶん、アスカマがまだ、シューッてこんな早いわけないと思うんでね。また明日からまた仕事から帰宅次第で、ね。ではまた。またね、今日早めでよかった。おやすみなさい。休みだ、この時間ね。ね。ではまたね、ありがとうね。早かったよかった。じゃあ最後はもう一回この歌で締めようか。僕の心の歌。信頼していこうか。お母さん、お父さんのこと思いながら。親孝行で何って考える。でもそれを考えようとすることがもう親孝行なのかも。知れない子供の頃たまに家族で外食いつも頼んでいたのはチキンライス高価なもの頼めば二度と連れてきてはもらえないような気がして親に気を使っていたあんな気持ち今の子供に理解できるかな今日はクリスマス街はにぎやかお祭り騒ぎ七面鳥はやっぱり照れる俺はまだまだチキンライスでいいや貧乏って何って考えるへこんだとこへこんだ分だけ笑いで満たすしかなかったあの頃昔話を語り出すと今って貧乏自慢ですかという顔するやつでもあれだけ貧乏だったんだせめて自慢くらいさせてくれ最後は笑いに帰るから今の子供に嫌がれるかな今日はクリスマス街はにぎやかお祭り騒ぎめっちゃやっぱり照れる俺はまだまだチキンライスでいいや今なら何だって注文できる親の顔色を気にしてチキンライス頼むことなんて今はしなくてもいい好きなもの何でも頼めるさ酸っぱい湯気が炊き込める向こう見えた笑顔が今も忘れられない今日はクリスマス街はにぎやかお祭り騒ぎでかいケーキ持ってこいでもまあ全部食べきれるサイズのな赤坂プリンス押さえとけスイートとまでは言わないが七面鳥を持ってこいこれが七面鳥か思ってたよりでかいなやっぱり俺は
チキンライスがいいや。はい、最後はね、チキンライスを歌いました。この歌は歌詞がほんとなんかすごい泣けるよな、ほんとね。特にさ、両親亡くして今歌うのさ、この歌の歌詞が、身に染みるね。なんてまた、おやすみなさい。また明日。